年にスウェーデンのストックホルムで行ったスウェーデン人に対する処刑ないし粛清であることの発端となったのは当時カルマル同盟を築き北欧全土勢力下に置いていたデンマーク王国に対するスウェーデン人の反乱であったスウェーデンの独立をめぐる内戦は1435年頃から始まりデンマーク側は反乱を何度となく鎮圧していたが スウェーデン人の独立の意志は強く、摂政のスゥーレケを中心に必要に、デンマークの支配に抵抗していた。1518年には、スウェーデン内のカルマル同盟維持派である、ウプサラ大主教、グスタフトーレと、その支持者らが、独立派に敗北し、デンマークに追放された。クリスチャン二世は、反乱を鎮圧するべく同年中に兵を率いて、スウェーデンに進軍したが、 ストックホルム付近でストゥーレの軍に敗北、スウェーデンを支配下に取り戻すことに失敗した。しかし、クリスチャン2世の意志は固く、1520年に大量のフランス人、ドイツ人、それにスコットランド人の傭兵を雇い入れてサイドスウェーデンに侵攻した。この戦いで独立派の指導者であった、セッショーショーステン・ストゥーレが重傷を負い死亡。 指導者を失った反乱軍は混乱した。レーン軍が首都に迫ってくるのを見たスウェーデンのリクスダーゲンはクリスチャン2世がスウェーデンの法律に沿ってスウェーデンを統治し反乱に参加した者たちの罪を問わないのであれば彼をスウェーデンの王として認めることを決定しその旨通達した。しかしストゥーレの未亡人であるクリスティーナ・ギレンスティアーナは ストックホルムで抵抗を続け、3月19日の戦闘では、スウェーデン軍相手に勝利を収めたものの大勢に、無勢だったこともあり、大勢を覆すには至らず、反乱罪で処断しないことを条件に9月7日に降伏した。11月1日には、スウェーデンの代表らが、クリスチャン2世をスウェーデン王として認め、忠誠を誓った。同年11月4日に、 クリスチャン2世は、ストックホルムの大聖堂で復権した、トーレ大司教によって、油を塗って清められ、スウェーデンの法律に沿って、国を統治すると宣言した。その後3日間にわたって、晩参会を開催し、11月7日、ついに虐殺は引き起こされた。クリスチャン2世は反乱の罪を許すという声明を、発し、スウェーデン側の貴族、僧侶、 都市の自由市民の有力者たちを晩餐会に招いた。彼らは、クリスチャン2世の言葉を信じて投稿したものの、全員が、ストックホルムの王宮に入場すると、代費は閉じられ、招かれた客はすべて捉らえられた。クリスチャンは、最初から独立派の罪を許すつもりなどなく、これを機に独立派を根絶やしにすることで、スウェーデン独立運動の息の根を止めようと、 格索していたのだ。翌11月8日、形ばかりの裁判によって、彼らは死刑の判決を下され、その日のうちに、スウェーデンの有力者たちは次々に処刑された。その犠牲者の数は、100名を超えた。ストックホルムの大広場は大量の血の海に染まることになった。これが後に、ストックホルムの地翼として知られる事件のあらましである。最後まで、 クリスチャン2世の軍勢に抵抗したクリスティーナは、裏切り者の売国奴として急断され、クリスチャン2世によって、生き埋めか火破りかの二択を迫られたが気絶。領地の大半をクリスチャン2世に譲ることを条件に、死刑は免れたが息子2人と共に、デンマークに連れ去られ遊兵された。クリスティーナの母も罪を問われ、こちらは、歴史を宣告されたが、こちらも、 領地の大半を譲ることを条件に命だけは助けられた。彼女もまた娘と一緒にデンマークに連れ去られ遊兵されることとなった。クリスチャン2世はこの粛清によってスウェーデンではもはや大規模な反乱は起こらないものと思ったが逆にこの事件はスウェーデン解放戦争の直接の発端となった。 罪を許すことを条件に幸福を受け入れたはずなのに、その言葉を裏切って独立派の面々を処刑したり、独立派の象徴であったクリスティーナをデンマークに連れ去って遊兵したことは、スウェーデンの人々を大いに団結させることとなった。ストックホルムの地獄で父を殺された若年の騎士、グスタフ・バーサは、北部スウェーデンに逃れその地で、 反乱軍を組織、独立派の新指導者としてスウェーデン独立戦争を戦い抜き、スウェーデンの独立を勝ち取った。この赤き騎士こそ、後のスウェーデンをグスタフ一世である。スウェーデンの法律では、国王は選出されるものであったためこのプロセスは、かなりイレギュラーであった。英語で言うアノインティングというキリスト教的な行為である。ありがとうございます。